分かってほしいのが別に遊びでやってたわけじゃないし、まあ、遊びでやってるように見えちゃうようなレベルの低い試合だったかもしれないけども自分なりに本当に一生懸命やったんですよ、本当に一生懸命やったんだけは、まあ、せめてね、分かってほしいなって、えー、思います、はいまあ、だからちょっとこれは本当に反省だっていうことで、はいあのー、自分の弱さが情けないですね、はい、やっぱあそこで決めきれるぐらいのやっぱ力をつけて出ないと、やっぱ視聴者に対しては失礼だなと思ったら。はい ちょっとダメだなって思いました本当に、はい、ちょっとこれは素直に乾杯ってしたいんですけど素直にやっぱり、えー、素直にね乾杯できるような感じじゃないですはいなんでこれノンアルも含めて乾杯します、うんうん。まあやっぱでもこれって俺本当に思っててまあ僕もねその経営者マーケマーケティングがすごい得意だったんで あのやっぱ思うんですよこれリアルな真面目すると3月の久保田悟の時ってすごい、まあ、負けて、まあ、あれもなんか弱かったかもしれないけどやっぱ評価してくれたんですよ、あれはやっぱ俺自分も置きに行かなかったから1分しかないからっていうことで死ぬ気でやったんですよね、そこで決めないとと思ってメイン試合だったし、まあ、だから、やっぱり一生懸命だったから、あのー、心打たれた人もやっぱ多いっていう声を正直もらったんですけど今回はやっぱり心打たれたっいう人はそんな多くないんですよね、やっぱりやってて。 コメントとか全部見てるって言う見てるんですけど心打たれましたっていうコメントはあんまりないんですよだからそれだけ別に一生懸命やったにしろ、まあ、覚悟決めてないなんか中途半端だったんだなと思うとあやっぱ、まあそうだよなって思ってね反省してるんですよはいうんまあねまあだから1分の良さ1分で良かったのかもしれないしうんまあちょっとねまあかっこよかったって言ってくれてる人はいるかもしれないけど正直やっぱり他の ね、そのアウトサイダーとブレイキングダムの戦いじゃないけどそういう人たちはすげえガン,ガンやってたしさそれに比べたら俺全然まだ頑張れてなかったなって思いますよねはいだからもうコスパを求めすぎてますね完全にコスパをはいコスパ